魔王な、あの娘と村人へは、有機林による日本のライトノベル。イラストは赤い人が担当している。電撃文庫より、2011年5月10日から2016年11月10日にかけて、全11巻が刊行された。ファンタジーの登場人物を育成する高校を舞台に、魔王の個性を有する少女と、クラスメートになった男子高校生。 佐藤二郎の日常を描いた物語。ここはファンタジーの登場人物を育成する学校。しかし、戦士や魔法使いなどの個性を持った人間は極少数。大半は村人程度にしかなれない。主人公、佐藤二郎もそんな村人の一人であったが、ある日魔王の個性を持った少女、龍が峰桜子に目をつけられてしまう。 小柄でおとなしい美少女なのだが、不意に人類滅ぼしたいと呟いたりどこか物騒そして幼馴染であり、勇者でもある、こちらも、美少女な光がおかつばさも、勇者として、女の子として、対抗意識を燃やす。彼は、魔王と勇者に振り回されつつも、クラス委員として、他の様々な個性者と関わっていく。 電撃魔王2012年4月号より2015年9月号までコミカライズ版が連載された。作画は塚子が担当している。ありがとうございます。